2020年の話なんですが、飯山さんと室井さんがツイッターバトルをしていたみたいです。室井さんの対応が左右で違いがあるのか確認してみました。本当に日本のことを考えてるなら教育にもっと金かけた。それが30年後、50年後、この国に大切なことになってたはず。コロナに関してだって最先端で飛ばしてもよかった。それができた時期があった。そしてそれを継続すべきだった。もう遅いか。生贄でごまかすトップとそれを喜ぶ民だから。で、てめえは黙れの人はそれを言う以上に何かやってんの？こっちはそのこと考えて、アホなホステス、自分はね、やりながら、足長募金などに寄付してたんですけど、もうそれどころじゃないでしょ？善意の子供食堂なんてもんに頼るくらいに、誰がこんな国にしたの？教育行政がどんなにおかしかろうと、個々の親や子供にとっての教育の重要性は、今も昔も変わらない。ところで、コロナに関してだって、最先端で飛ばしてもよかったとか、生贄でごまかすというのは一体何を意味してるんだろう。それを喜ぶ民とは民とのことです。確かに室井さんの生贄でごまかすトップとそれを喜ぶ民だからはよくわからないです。これに対して室井さんは反論とは言えない反撃をしました。わからないなら絡んでこなくていいです。てか旦那への誹謗中傷ももうやめて。本当にかわいそうな人ですね、とのことです。ちなみに旦那への誹謗中傷についてはこのようなやり取りがあるようです。私にブロックされているにもかかわらず、別アカウントで私のツイートを読み続け、必要にケチをつけ続けることを普通だと信じているらしい、この米山隆一という人物は心底気持ち悪い。この人も他人に極めて批判的な割に、自分が少しでも批判されるとストーカーとか言い出して面倒ですが、さすがにこれはないだろうなと思います。室井さんの言っているのは、霞が関で筋の通らない命令には異を唱えてほしいってことで、それを左翼活動家の内乱騒動とか正直、はてなはてなはてなってレベルと思います。とのことです。飯山さんのブロックした側は、見るのは OK なのに、ブロックされた側はツイート読むのは気持ち悪いというのはよくわかりませんでした。米山さんのツイッターでの行動、言動が議員としてどうかという意見は理解できます。話を飯山さんと室井さんに戻すと、私はあなたのご主人の米山隆一氏を誹謗中傷などしていない。米山氏が別アカウントを使ってまで私のツイートを必要に除き、スクショを取って悪口を書き、そのことについて当たり前だと開き直った事実を指摘しただけである。誹謗中傷というのはあなたのご主人の私に対する行いであろう。うるせえな、もういいから誰かに抱きしめてもらえよ。友達でも誰でもいいから。うるせえな、もういいから誰かに抱きしめてもらえよ。友達でも誰でもいいからですか。結構なお言葉をいただきありがとうございます。衆院選に立候補なさるご主人の奥様として実に素晴らしい SNS 活動をなさっていますね。なお飯山あかりの SNS 活動の方針は世界のニュースを真面目さとユーモアとともにお伝えすることです。敵が現れたら言論で容赦なく叩きのめすのが私のやり方です。イスラムに関心がある人もない人も楽しんでもらえると嬉しいです。とのことです。飯山さんは敵が現れたら言論ではなくブロックするのが彼女のやり方だと思っていました。室井さんは二藤さんや郡司さんには批判する一方対談を求めていましたが、飯山さんにはその情は感じられません。彼女の包容力は左派限定のように感じます。範囲の広さに違いはあれど、ジェンダーの問題に取り組んでいる女性たち以外は女性ではないという石川さんと根本は同じと感じました。ケンカー君の重箱の隅つつきは保守限定だったりしてね。また一つお利口さんになったな。チャンネル登録お願いします。明日から本気出すから大丈夫。